震災から3年、今も都内には行き先に迷いながら避難生活を続けている人たちがいます。江東区にある公務員宿舎東雲住宅で暮らす避難者の皆さんの今を武田記者が取材しました。黙祷。被災地から避難してきた人々を都内で最も多く受け入れているのが江東区にある東雲住宅です。この公務員宿舎にはおよそ300世帯1000人以上の被災者が今も暮らしています。同じ避難者でも出身地は様々。震災直後は人々が集まれる場所もなく孤独死も起きたため、週に2回気軽に集まる機会が作られました。最後には故郷の、山田の川のそばで行きたいね、行きたい、菅野陽子さん72歳。早くに夫を病気で亡くしていて、福島県富岡町で何十年も美容師として働き、子供3人を育てました。福島第一原発から10キロほど離れた福島県富岡町、年間の被爆放射量に応じて3つの区域に分かれています。居住制限区域と避難指示解除準備区域。町への出入りはできるようになりましたが、震災から3年経った今でも住民は一人もいません。さらに50ミリシーベルトを超える帰還困難区域では、たとえ自分の家がその中にあっても許可なしでは入ることもできません。菅野さんの職場も家もその帰還困難区域にあります。これだけを抱えてきたのよ、お湯入ってるから。これを捨てられないのよ。震災当日、菅野さんは1歳半の孫を預かっていて、ミルクなど孫が生きるために必要なものしか持ち出せませんでした。その孫は4歳になり、菅野さんの東雲住宅での生活は丸3年になろうとしています。全然決まらないの。あそこから追い出されるときは一晩で決まったのにね、逃げろって言ってすぐに決まったのに決まんないね。生き抜くことだけに精一杯だったこの3年間、美容師だった菅野さんに先日東京に避難して初めて着付けの依頼が舞い込みました。ああ、嬉しかったって。本当、金銭的にはね、大した潤うほどのものではないけども、こんなのも宝物だ。誰も分かんないけどね。富岡町で夜も寝ずに花嫁の着付けをした思い出、仕事ができる喜び、何かの役に、世の中社会の役に立ってるんだから、だから自分の自己満足だね。そんなことできるっていうのがとっても、幸せないひととき。あの日から3年、菅野さんの行き先はまだ決まっていません。それでも一歩ずつ前を向いて歩いていきます。東京都は被災県からの要請により、東雲住宅を含む応急仮設住宅の延長を繰り返してきましたが、去年9月の段階で福島県からの避難者については来年3月末までの延長としました。一方で内閣府が去年発表した計画によりますと、富岡町の避難指示解除見込みは事故後5年から6年とされ、実際の解除指示は今後の除染やインフラの復旧見通しなどを踏まえて設定されます。